はい、どうもゲタです。今回はね、これダイソーの釣り具、最近ね、またなんか新しく発売されたじゃないですか。ダウンショットシンカーと、今回売ってなかったんですけど、ネイルシンカーとフィッシュグリップスプリットリングプライヤー、まあこれをね、使えるかどうか試していきたいなと思います。まあとりあえずね、魚釣って、まあ、フィッシュグリップちゃんと魚が掴めるかとか、魚のね、口を痛めへんかとかも結構ね、重要なんで、安物のね、フィッシュグリップってなんかこう力加減がバランス悪くて、めちゃくちゃ強い個体とバネがね、弱い個体とあったりとか、だから魚掴んで外れるやつがあったり、魚の口をね、穴開けてしまう恐れがある、力で挟んでしまうやつがあったりとかあるんで、まあその辺をね、ちょっと確かめていこうかなと思います。まあ、とりあえずこれ置いといて魚狙います。おるかな、狙いの魚。あいつそうか、あいつ狙いの魚か。あいつちゃいな。え、ちゃうんか、あれ狙いの魚に見えたけどな、反応せへんかったな。ええ、あれそうだろ、なんで反応せへんねん。あれちゃうんか、魚を釣らんことにはためセンスもんね、これ。足元におる。よし、食った。よっしゃ、食った。今日はバラしたくないと、こいつは。ちょっとフィッシュグリップ、待って、フィッシュグリップ開けてないし、今日はバラしたくないぞ、こいつめっちゃ引くやん、しかもなんか今日に限って。食ったぞ、ハドルスイマー、エラストマーで。おお、よう引く。え、待って、これあのジップロック開けるんじゃないんや、これちぎらなあかんねやん。ちょっと待って、ほんまにどうやって開けよう。でかいし、うん、ちぎれへん。待てほんまに、あのちぎれへん。めっちゃでかいやん、しかもめっちゃでかいねんけど、ちゃうちぎれへん。よいしょ、オッケー、これで完璧。よう引くな、でかいなこいつ。でか、こんなでかかったかな、水中で見えてる時こんなでかくなかったで。噛んだ、オッケー。ちょっと上上がりますね。で、フィッシュグリップの使い方はこうやってね、まっすぐ持つこと、これをね、変な角度にやると口が穴開く可能性があるんで、魚をね、傷つけてしまう可能性があるんで、こうやってまっすぐ持つことね、これをこうやったりしないことで、まあ、ちょっと地面に置くのはあれなんで。よし、釣れました。とりあえず針外してあげます。しかもこれストッパーもついてて、ええー、な。よし、でフィッシュグリップで結構僕が気にしてるのが力加減ですよね。まあ、これ魚暴れても多分外れへんぐらいしっかり掴めてるから、あとは魚の口傷つけてないかな。いけるか、いけてそうやな、いけてそうですね。はい、結構ね、これ安物のフィッシュグリップで力が強すぎたりするんで、力が強すぎるやつは魚の口にね、穴開けてしまう可能性があるので、いけてますね。よし、早く逃がしてあげよう。ありがとう。よいしょ。で、この手のぬるぬるどうするっていう、やつを釣った後はいつもこう
まあちょっとここから洗おうか手を。結構高さ高いんですよねここ。はい、ダイソーのペンチとダイソーのフィッシュグリップ早速使いましたけど、なんか大丈夫そうですね多分。うん、力が弱いこともなかったし、力が強すぎることもないと思うし、まああとはこれがどんだけ耐久性があるかどうかですね。まあ、結構ね、しょっちゅうフィッシュグリップとか忘れるんで、予備として持っといたら全然使えるなと思ったんで買ったんですよ。で、まあどうせ買った、まあ動画、どうせやったら動画撮ろうということで、まあ、今回ね、ちょっとナマズに協力してもらいました。ありがとうナマズ。で、このペンチね、ちょっとこれバネ硬すぎるかな正直。まあ個人的にはこの硬さあんま好きじゃない、ちょっと硬すぎる。まあとりあえずこのフィッシュグリップとペンチはまあまあ何の問題もないかなという感じです。はい、まあ、普通にね、ライグとか、まあ、シーバスも、まあ、ナマズもそうですけど、手がね結構手の皮が弱い人とかはおそらくね、こうフィッシュグリップ使う方がいいと思うし、ね、こんな値段で発売されたんでね、ほんま誰でも手に入りやすいし、持ってない方は全然これで十分かなと思います。で、このスプリットリングプライヤーもね、スプリットリング外せるし、で、まあ、こうクッてなってることによってちょっとこう掴みやすかったりもするんですよ、力が入りやすいし。なんでまあまあ、これも割とこの値段やったら僕みたいにしょっちゅうペンチなくす人はおすすめかなと思います。結構ね、シーバスを釣れる季節とか青もん釣れる季節とかになると、スプリットリング外せてかつ使いやすいプライヤーはまあ個人的にいいから、結構ね毎年秋にまあまあええペンチ買うんすよ。釣り具屋でね2000円とかするじゃないですか。こうだらなくすの、待って、ライギョ、でかいなあいつ。あ、潜ったらどこ行ったか分からへんなるやん。あ、どっか行った、分からへんなと思った。でっかいライグ打った。まあそう、ほんでね、まあ、ようなくす人とかは、まあ、このぐらいの値段の買っといて、まあ、ずっとカバンに入れといたら、そのほんまに使いにくいな、ちょっとね、そんなやっぱその高性能というか値段の高いプライヤーに比べたらやっぱ使いにくいんですよ。でも、まあ、ほんまにこの今高いの使いたいなって時以外はこっちを使えば、なくしてもこの値段って考えたら持っといてもいいかなと。2つね、プライヤーをカバンに入れといたら、僕みたいな人は高い方をなくす確率が減ると思うんで。なくして、でも置いてきて忘れるとかちゃうんですよ、多分落としてるんですよねどっかに。まあなくしてるから分からへんけど、どこでなくしたかは。もうしょっちゅうなくすんで、ペンチとかほんまもう買っても気付いたらないから、しょっちゅう買わなあかんから。まあそんな感じで、あと試したいのがダウンショットシンカーですよね。ダウンショットシンカーはでもなんかあれね、見た感じ細いラインはスルッて抜けそうなんですよ。でも8ポンドぐらいだったらいけそうなんですよ。だからちょっとね、4ポンドとかで試したいなと思います。この太いラインで試しても挟まってしっかり使える可能性はあるんですけど、基本的にダウンショットって4ポンドとかで使うじゃないですか。だからそういう細ラインで使えるかどうかっていうのを試したいんで、まあ、ちょっとね、まあ、今ちょっとライギョおったんでライギョ釣りたいからもうちょっとここでいますけど、ちょっとスピニングで試したいなと思います。楽しいな。
外れた。めっちゃシビアやん。すぐ吐くやん。おかしくったー。壁キワキワのちょんちょん。シビアやな、なんか。丸飲みやな、ばっくり。はい、オッケー、ありがとう、ありがとう。楽しいな。もう逃がしすぐやん。楽しい。こうやってファイトしてる今も新しいナマズを探してる自分がいてる。楽しいな。あ、後ろからついてきた。あ、こいか。楽しいな。ありがとう。